おはようございます。2010年の6月5日土曜日の6時5分です、えー。土曜日で週末になりましたね。ということで、えー、またニュースから見ますけども、これはトップニュースは言うまでもなく、ですね、あの、菅さんが、えー、新しい総理になったということで、 で、まああのー、この民主党の、えー、鳩山さん、そして小澤さんというこの2人の、えー、体制だったものを、えー、両方がですね、えー、前線から引いてで、えー、それで次の、えー、監査になってですね、でここから。その 新しい体制になるということで、閣僚人事ですね、これがどういうふうになってくるかということで、今、まあ,あの特にその抜けたところですね、幹事長だとかをどうするのかというので注目されているところですけど、まあ、ここで今までのその特に、えー 政治と金の問題ですねそこら辺をうまく払拭して、新しくこう進めるんだという、その閣僚体制が、とか、まあ、党の運営体制が見せれるのかどうかというところになっているかと思います。ただ、まあとはいえ、まだまだですね、えー、民主党の中では小沢さんの派閥の人たちはかなり多いわけで、じゃあ、そういう中で、果たしてうまく、この菅さんが、 その手腕を発揮してですね、統制していけるのかというところが、なかなか今後の難しいところになってくるのかなという気がします。で、あとですね、まあ、あのいろいろツイッターとか見てるとですね、その民主党の議員さんの中でもその、今回のインターネット選挙ですね、ネット,ネット利用するとかいう法案のところを、なんとか早くというので、えー、菅さんの方に、 え、要望を上げてる人たちもいるようで、まあ、わずかながら、この夏のその参院選にそれが展開できることを、えー、やってくれればな、というふうに思ってるところですけれども、果たしてどうなってくるか、まあ、問題は山積みなんで、そればっかりではないんでね。えー、それからもう一つ、ニュースですね。ちょっと下の方行って、この、えー、ちょっとこちらですね。 え密約文書廃棄された可能性もということで、これはあの今回のそのインストになった中で、えー、その核兵器持ち込みに関するその日米の密約があったかどうかというので、えー、密約がどうもあったらしいというのが、オフィシャルな見解として出てきたわけなんですけれども、まあその中でですね、えっ、ー、と、 その当時の,その事務次官とかそういった人たちのやり取り大臣とのやり取りの文章がですね見つからないということがありましてどうも破棄されている可能性が 高いといとう話ですけどもこれって結構大きな問題で、えー、こういうあの公的な文章ですねまあ公的な、まあ、非公式の密約なんで公的な文章と言えるかどうかわからないですがただとはいえその2国間日本とアメリカの間での取り決めというものに対して日本側の記録がないと。 アメリカ側はそういう文書が出てきてるというのがあるんですけども日本側にそういう話し合いをしたとかいう記録がないということに関しては、えー、わざと破棄したということになるとですねこれは本当にその文書の管理体制だとかそういったものの問題ですしまたその日本という国のですね国際政治の中での,その信用信頼性というもの が、はあ、本当にそその問題なそれって日本と本当に信用できるのっていうことになりますよね。その特に今回のように、そのまたあのこれで総理が変わってったわけですけれども、そうやって、えー、その時の大臣が入れ替わるたびにその密約というか、そういう話が。 えー、消えていったりするとですね相手方には文章が残っていて要は契約書企業で言えば契約書の片っぽはもう契約書がないと <laughs> 言われてしまうとですね話がもう全然めちゃくちゃになっていくと契約というもの自体があそもそも意味をなさなくなる可能性があるんでそうなってしまうとですね、えー、日本という国の国際的な中での信用というものにも 関わってくる話なので、これはちょっとですね、えー、日本のその体制というものを見直さないといけない、そういう文書管理というものを見直さないといけないことになるかなという気がします。ということで、えー、もう6時10分もあ、うん、りましたんで、えー、今日はこういうとこですね。ではまた明日6時5分に。では